こんにちは、未来です。皆さんはメガソーラーを知っていますか？これは大きな敷地にソーラーパネルがぎっしり並んでいる、いわゆる太陽光発電を行っている施設を指します。その中でも発電量が1メガワットの発電所が通称メガソーラーと言われているのです。広大な敷地が確保できる地方に設置していることが多く、皆さんも一度は Google マップの上空写真でメガソーラーを見たことがあるのではないでしょうか。テレビなどで電力逼迫問題という言葉を聞くと思いますが、日本は現在電力が足りなくなっている状態といえます。そこで注目されているのが再生可能エネルギーである太陽光発電なのです。再エネ発電の中でも唯一稼働部がなく動かない発電がこの太陽光発電の特徴です。そのためメンテナンスフリーで騒音もなく、とてもスマートな発電方法と言えるでしょう。メガソーラーのような大規模な発電施設が増えれば電力不足の問題も解決できるような気がしませんか？しかし近年このメガソーラーに関して様々な問題が指摘されるようになり、社会問題となっているのです。そこで今日はメガソーラーに潜む問題、そして皆さんの知らない闇についてお話ししていきます。太陽光発電は効率が悪い？まずは太陽光発電の仕組みを簡単に理解しましょう。太陽光発電は光エネルギーを電気エネルギーに変えるソーラーパネルを使った再生可能エネルギー発電の一種になります。近年では新築物件にソーラーパネルを設置することも多く、街中でも屋根の上に黒いパネルが乗っている家を見かけるでしょう。太陽光発電において重要になるのが発電効率という指標になります。これは光エネルギーの何パーセントを電気エネルギーに変えることができるかという値を意味します。実は現在流通しているもののほとんどは発電効率 20% というのが現状なのです。皆さんはこの値を聞いて効率が良いと思いますか？ちなみに風力発電は約 45%、 水力発電は 80% の変換効率となっています。化石燃料を用いる火力発電においてはなんと水力発電に次ぐ 55% という発電効率です。このように他の発電方法と比べるといかに太陽光発電の発電効率が悪いかがわかるでしょう。これこそが太陽光発電の大きな問題であり、ソーラーパネルを作る各社が研究開発を行っている理由なのです。発電効率の悪さをカバーするためにはソーラーパネルをたくさん設置して発電所の規模を大きくするというのが最も直感的な解決策と考えられますね。そう、それこそがメガソーラーと呼ばれる大規模な太陽光発電施設がある理由と言えるでしょう。メガソーラーの闇、1、4兆円の再エネ賦課金を国民が負担する？皆さんは再エネ賦課金というのをご存知ですか？ソーラーパネルを設置すると電力会社が一定の期間定額で買い取ってくれる、通称フィットと呼ばれる制度があります。しかしこの制度、電力会社が電力の購入で支払った金額を国民全員で負担しようという内容になっているのです。各家庭の使用電力にこの分が上乗せされており、実はこれを再エネ賦課金と呼んでいるのです。言い換えると皆さんは知らず知らずのうちに使ってない電気代まで払っていると言えます。ちなみにこれは太陽光発電のみにとどまらず、風力、水力、地熱、バイオマスなどの発電電力も対象です。つまり再生可能エネルギーの電力が増えれば増えるほど国民の負担も増えていくという仕組みになっています。今現在この再エネ賦課金の総額は2兆7400億円です。この内訳は大まかに言うと4兆2000億買取総額から1兆4600億回避可能見込みを引いた額となります。差し引く回避可能見込みというのは再エネ発電のおかげで節約できる燃料費などを指します。電力中央研究所の研究によると、
2030年の買取総額は4兆5000億に上ると算出しました。計算方法はこのように複雑ですが、皆さんが実際に払っている金額とその推移を考えてみましょう。2022年時点で国民が負担しているのは 3.45 円キロワットアワーで、これは電力買取制度 FIT が始まった2012年のおよそ16倍の金額です。年間に換算すると1世帯あたり約1万500円、そして2030年には2万円になると言われています。このように聞くと、いかに国民の負担が多くなっているかがわかるでしょう。メガソーラーの闇2、2040年ソーラーパネルの廃棄問題。メガソーラーに使われているソーラーパネルは製品寿命が25年から30年と言われています。電力買取制度 FIT が始まってから一気に太陽光発電が広く普及しましたが、その多くは2040年頃に廃棄の時期を迎えるのです。経済産業省はこのソーラーパネル廃棄の際、以下3つの問題が出てくると発表しております。まず1つ目は放置や不法投棄されるという問題です。これは設置場所や規模にもよると思いますが、処分に多大な費用がかかることが大きく関係していると言えます。そのため処分業者に依頼せず不法に放置されたりする可能性が高いというのです。メガソーラーとなるとパネルの数は1万枚にも及ぶため、処分の費用は驚くほど高い金額になっているでしょう。そして2つ目は有害物質が流出する恐れがあるという問題です。もちろん適切な方法で処分すれば大丈夫ですが、ソーラーパネルの種類は様々であるため、間違った方法で処分されることが予想されます。これにより鉛、セレン、カドミウムなど有害物質が流出、拡散し土壌を汚染してしまうかもしれないのです。そして3つ目ですが、処分場が逼迫するという問題です。環境省の発表によると、今後のピーク時には産業廃棄物の最終処分量に占めるソーラーパネルの割合がなんと 6% にも拡大すると試算されています。こうなると処分場がソーラーパネルで埋め尽くされてしまうという状態になってしまうでしょう。処分の際に大量の温室効果ガスが排出されることも懸念され、カーボンニュートラル達成に向けよりクリーンなリサイクルなども必要になります。処分量のピークまではまだ時間があるため、この間にリサイクル技術を発展させ処分量を減らすことが必要となってくるのです。メガソーラーの闇3、森林伐採による保水力の低下。メガソーラーを森林などに設置する場合、当たり前ですが設置場所の木々を伐採します。そうすると木の根っこや土が持つ保水力が失われ、土砂崩れなど自然災害の発生の可能性を上げてしまうのです。森林は二酸化炭素を吸収してくれるだけでなく、地盤を強くすることにも寄与しているため、少なからず自然環境に影響すると言えるでしょう。またソーラーパネルの下は日光が当たらないため、小さな草木も育つことがなく土壌の破壊につながります。これに加えて動物の住処が失われると、人里に降りてきて作物を荒らしたり危害を加えることもあるのです。メガソーラー建設予定地の住民が反対する裏には、実はこのような自然破壊につながる問題があったのです。実際岡山県赤磐市にあるメガソーラー SF 赤磐太陽光発電所では32万枚のソーラーパネルが設置されており、これが原因となる土砂崩れが発生してしまいました。この災害は先ほど説明した通り土壌の保水力が低下し、豪雨の際の雨水が多く流出したことが原因と言われています。地元の水田が土砂で埋まったことを考えると、太陽光発電は時として郊外になってしまうと言えるでしょう。またソーラーパネル自体が土砂で破損されるなどした場合、有害物質が流出するという二次災害も起きかねません。このように聞いてみると、太陽光発電、特にメガソーラーがいかに自然に影響しているかがわかるでしょう。まとめ、
今日は太陽光発電の中でも規模の大きいメガソーラーの闇について解説していきました。一見環境に良いと思われる発電方法ですが、自然環境の破壊や今後来たる廃棄の問題など様々な課題があることが分かりましたね。実際メガソーラー設置が原因の土砂崩れが起きたり、国民の電気料金が増加したりしている現状です。しかしながら再生可能エネルギーは日本においてはまだ発展途上です。さらなる技術革新やリサイクル効率の向上により、これらの問題は解決できるとも言えます。そして何より、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーというのは化石燃料を必要としないという点が最も注目される点です。ソーラーパネルを太陽光の電力を使い製造し、高い回収率でリサイクルすることができれば、真の意味でカーボンニュートラルに貢献できると言えるでしょう。最後に、皆さんは太陽光発電、メガソーラーについてどのようにお考えですか？ぜひコメント欄にて皆さんの意見をお待ちしております。